はい、どうもメンヘラおじさんです。おはようございます。昨日のライブ配信でもちょっとお話したんですけども、クレディスイスの件について語ってくれっていうお声があったので、ちょっと語らせてもらったんですね。で、それの引用ではないんですけども、こういうふうに考えてますということをですね、おじさんなりにまとめているというか、ちょっと一言喋るというような感じでございます。で、最近ニュースに言わせてますけども、クレディスイスがですね、UBS に買収されるというところでございます。だいたい4300億円で買収ということですね。はい。なんですけれども、スイス銀行って預金高180兆円ぐらいあってですね、言ったら UFJ 銀行を4300億で買収するっていうのをイメージしてもらったらいいと思うんですけども、普通はありえない話ですと。っていうところが1点と、その分のですね、言うたら安く買い叩くことに対して、言うたら1株あたりがですね、0.75 スイスフランで、買収するというところなんですけれども、そのオンタイムのですね、株価っていうのが 1.75 フランっていうところなので、言うたら半値以下での買収でございますというところなので、株主は当然ながらですね、割を食うわけでございますね。で、そんなでかい銀行がですね、そんな安値で売るには、それは当然わけがあるわけで、信用不安だ、どうのこうの、以外にもですね、おそらく、母外で、母外か、簿記の内部かわかんないですけども、おそらく信用毀損があるんだろうというところで、それは、おそらく、その安値で買わないといけないぐらいですね、大きいものが、おそらく隠れているんだろうということが容易に想像できるわけですね。で、いうところでね、そこのあたりのですね、海が出てくるのは、もうちょっと先になるかもしれないですけども、少なくともそれだけのものがあるというところの中で、多分リスクを取って買収というところで、金融不安を和らげようという狙いがあるんだと思うんですね。これがだから本当にもう下がね、1ドルとかで買収とかになってきたらですね、本当に、言うたら金融不安を煽るというか、金融不安を言うたら早め早めに、なんとかしようというところで、一定のですね、格好をつけたというところだと思うんですね。ただ、情報錯綜してるんですけども、社債に関して、もう言うたら償還不能にしてですね、言うたら、全部紙切れにするっていうような対応もするようなこともちょっと言われてるんで、そこのところちょっとよくわからないですけども、そしたらその社債を持っているその債権者の人もですね、大きい損害を被るわけで、これ、集団する人は避けられないかなというところでございます。はい。で、いうところで、問題山積みというところと、あと、おそらく、すべての部門をですね、受け入れるというわけは当然なくて、ニュースによると、クレディ・スイスと、UBS ってほとんど同じ町にですね、スイス中、銀行があったりするので、当然2つを並列させるわけにはいかないというところで、店舗の集約であったりとかに関して、当然ながらそこで働いている人たちは、首を切られるか配置転換するかというところになるでしょうというところは容易に想像できる。あと、IB 部門ですね、投資銀行部門に関しても同じものは2つといらない、あるいはその、やってたところがですね、大きい損失を出している可能性があるので、それは一定の責任取らなあかんでしょうというところで、首になることが多いですよねというところで、雇用が失われるというところも、もう一つありますねというところだと思いますね。で、当然こんなでっかい銀行がぶっ潰れるわけですから、買収という形ではあるんですけども、旗から見たらですね、ほぼほぼ潰れたところを救済してもらうっていうような感じなんでですね、スイスの銀行って、言うと一定の信用があったんですけれども、それがすごい毀損するというところでございます。スイスって金融で持ってるんで、その金融のところが、バサッと倒れるとですね、本当に、言うたら、経済やばいぜというような形になるし、当然だからそれはスイスだけの問題じゃなくてですね、180兆円とかの問題は。だってシリコンバレーバンクでも28兆円ですから、その何倍でかいねんっていう話で、そこが倒れるということはですね、当然欧州にも信用不安が広がるでしょうというようなところ。で、欧州で信用不安が広がると、当然インドも中国も信用不安っていうのは当然起こるでしょうというところで、私は世界一周すると思うんですね、これがまた。だから、シリコンバレーバンクから始まったと思いきや、クレディスイスも、こんな感じになってですね、
いや相互で影響し合いながら全体に波及していくでしょうというところなんですというところで、まあやっぱり金融セクターがですね、しばらくちょっと低調になるんじゃないかというのは、まあ容易に想像できる話でございますと。で、日本の地銀もですね、まあ一言じゃなくて、まあこういうことになったら、まあより大きい銀行でも危ないんだから、当然ながらちっちゃい銀行なんかもっと危ないんだということが、まあ容易に想像できるはずですよねというところでございます。まあシリコンバレーバンクの時はね、私も南都銀行と滋賀銀行と、まあ言ったら京都銀行を足した額がどうのこうの言ってましたけども、もうスイクレディスイスに関してはだから UFJ 銀行ですから、まあそれぐらいのことを考えるとですね、もうどこの銀行もきちんと財務のそのストレスチェックなりなんなり受けた状態でですね、まあよしあしを見て、でもうあかんところはまあ潰れるんじゃないのというようなところまで考えても、全然その考えすぎじゃないかなと思ってるんで、まあこれからひょっとしたら淘汰の時代になるのかもしれないですよね。まあそこのところはまあ追って、どん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 情報が出てくると思いますんで、まあその都度お話ししようと思っておりますけれども、まあ、そういうところでですね、まあ金融経営に関しては一旦ちょっと冬の時代になるかなというところと、あとまあそれに伴ってですね、まあ各国いろいろしんどい思いをしながらですね、また対策立てないといけないなというところだと思います。はい、なかなかね、株が上に行く姿が見えないんで、こういう時は本当にきっちりキャッシュポジションを持ってですね、次になんかどういう銘柄購入するかということをもう想像しながら、下値を待つっていうのがまあ適切なのかなと思いますし、まあそういった意味ではですね、まあ一番硬いのはやっぱり先進国の株式、先進国の債券っていうのを、投資信託で持っておくというところなんだなと思いますけどもね。そうだと思います。あとはまあ、そうですね、これから来るであろう、まあ、マイクロソフト系のチャット GPT とか、そういうところにも投資するとか、なんでしょうね。まあ、少なくともどこも安全とは言えなくなってきたんで、やっぱり情報を常に取りながら、キャッチアップしていってですね、いろいろ考えながらやっていくのが、やっぱり必要なのかなと思います。まあ、一小市民にはそんな関係ないかもしれないですけど、いや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 、でっかいところがこんなことになったら当然ながら取引先とかもろもろ影響めちゃめちゃ出ますから、そういったところでですね、やっぱりこういうところはあんまりこう外すことなくきちんとですね、情報を取っていって、いろいろ妄想しながらですね、まあ投資なり、自分の生活でですね、どういう影響が出るかっていうところは考えていった方がいいかなと、そういうふうに思います。以上です。